こんにちは、こんばんは。ヘロンの数学チャンネルです。今日は開発環境について話します。開発環境というとちょっと難しそうに聞こえますけど、要はプログラムを書くためのアプリ、もしくはアプリの集まりに過ぎません。で、この動画ではこのチャンネルと馴染みの深い JavaScript の開発環境の構築方法を話します。で、JavaScript の開発環境は大きく分けると2種類ありまして、一つは Web エディターと呼ばれるものですね。で、これにはメリット、デメリットがありまして、メリットはとにかく使い始めるのが簡単という点です。このサイトにアクセスするだけで簡単にプログラムを書き始められます。そんでデメリット、欠点は大きなプログラムを書くにはちょっと力不足という点です。なんでかっていうと、プログラムが大きくなるにつれて、いろんなアプリの助けが必要になるんですけど、ウェブエディターだと残念ながら使えないんですね。そういったお助けアプリ、もしくは開発用アプリっていうのは、まあたくさんあるんですけど、ただそれらのお助けアプリって、大体 Mac とか Linux でしか動かないんですよ。え、そんなことあるって思いますよね。だって Windows って一番有名な OS だし、なんで Windows だけそのピンポイントでサポートしてないんだと。まあ不思議ですよね。これには歴史的な理由があります。今広く使われているパソコンの OS には3種類ありまして、 Windows、OS X、Linux の3種類なんですけど、このうち OS X と Linux に関してはその歴史的なつながりがあるんですね。今から50年ぐらい前に Unix という OS が生まれました。この Unix はすごい出来が良かったんですけど、いかんせんライセンス料がべらぼうに高かったので、この Unix を元にいろんな OS が生まれた、まあ、派生したんですね。で、OS X と Linux というのはその末裔なんですよ。だからある程度互換性がある。よって Unix の長い歴史の中で作られてきたアプリを使える。したがってアプリの開発がやりやすい。すると新しいアプリがどんどん作られる。OS X と Linux においてはそういう好循環があったんですけど、Windows は、まあ、言ってしまえば仲間外れだったので、アプリの開発にはちょっと向いていない OS だったわけです。ただ2019年にその状況が大きく変わりました。Windows に WSL2 というシステムが追加されました。これを使うと Windows と Linux を、まあ、いわば同時に動かせます。この WSL2 のおかげで Windows は晴れてこの仲間入りを果たしたわけです。これめちゃくそすごいです。すんごい革命です。WSL2 が出てくるまでのそのアプリ開発っていうのは結構しんどかったんですよ。ゲームを遊んだりオフィスアプリを使ったりするためには Windows がいるし、アプリ開発はその Linux とか OS X の方がやりやすいし、そんな感じで2つの OS を使い分けないといけなかったんですね。でも WSL2 のおかげでその手間が省けるわけです。これを使わない手はありません。てなわけで、こっからは WSL2 のインストール方法と、あと最低限の開発用アプリ、お助けアプリのインストール方法を解説します。インストールにあたってシステムに結構大きな変更を加えるので、そうそうないとは思うんですけど、もしかするとパソコンが起動したくなったり、もしくは大事なファイルが消えたりということもあり得ます。その点ご了承ください。で、マイクロソフトの公式のチュートリアルに沿って進めていくので、動画説明欄のリンクからこのページを開いておいてください。で、まず最初に Windows のバージョンをちょっと確認しておきましょう。まあ、よほど古いパソコンを使っているとかじゃなければ大丈夫だとは思うんですけど、まあ一応確認しておきましょう。まず、Windows キーと R キーを同時に押してください。そんで画面の通りに WINVER と入力して Enter キーを押してください。そしたらこの OS Build という数字を見てください。で、その数字が19041以上なら大丈夫です。19041未満の場合は残念ながらパソコンが対応してないということにはなるんですけど、ただもしかすると Windows の更新アップデートが止まっているだけかもしれないので一応確認しておきましょう。これ別撮りなのでちょっと画面の雰囲気が全然違うんですけど、そこはちょっと目をつむっていただいて、まずスタートメニューから設定画面を開きます。で、更新プログラムのチェックをしてもらえれば、ワンチャンもしかすると Windows の更新がかかってさっきの番号も変わる可能性があります。で、さっきの番号が OK ならインストール用のコマンドを打ちましょう。まず Windows キーと X キーを同時に押してください。そんで、PowerShell 管理者をクリックしてください。そしたら、この WSL インストールというコマンドを入力するか、もしくはコピペしてください。で、要求された操作は正常に終了しました。これが出たら再起動しましょう。で、さっきの操作で WSL2 のインストールが終わりまして、今度はその WSL2 の上で動く Ubuntu という OS がインストールされます。で、Ubuntu のアカウントを作らないといけないので、まあ、サクッと作っちゃいましょう。
まずユーザー名なんですけど、これはアルファベットの小文字だけにしてください。で、エンターキーを押すとパスワードの設定ができます。で、パスワードはユーザー名と違って、好きに打ってもらって構わないんですけど、一個だけ落とし穴があります。これ実はパスワード打っても何も表示されません。これなんで表示されないのかというと、まあ、単純に覗き見対策です。なので表示はされないんですけど、ちゃんと入力はされているので、安心してください。で、パスワードを入力してから、エンターキーを押すと、確認のためにもう一回パスワードを入力させられます。で、この確認パスワードは間違えちゃっても大丈夫です。その場合は、やり直しますかと表示されるので、小文字の Y を打って、で、エンターキーを押せば最初からやり直せます。で、パスワードの確認が成功すると、晴れて Ubuntu のインストールが終わりまして、早速使い始めることもできます。ただ、この Ubuntu と通信するためのアプリ、これ一般にターミナルと言うんですけど、この最初から用意されているターミナルがあまり使い勝手がよろしくないので、ちゃんとしたターミナルのアプリをインストールしましょう。まず、動画説明欄からこのページを開いてください。あとは動画の通りにポンポンクリックしていけば、新しいターミナルのアプリ、まあ、これ Windows ターミナルと言うんですけど、まあその Windows ターミナルをインストールできます。さて、これで Windows ターミナルをインストールできました。Windows ターミナルでは、さっきの初期装備のターミナルとは違って、タブ機能を使うことができます。このプラスボタンを押すと、いろんな種類のタブを開けます。今回使うのは、Ubuntu のタブですね。さて、これからこの黒い画面を通して、Ubuntu を操作させていくわけですが、まあ、全く使ったことがないという人がほとんどだと思うので、説明します。まず、この謎の文字列は一体何なのかというと、これはプロンプトといって、今コマンドを打っても大丈夫ですよという意味です。まあ、とりあえず試しにコマンドを打ってみましょう。すんごい基本的なコマンドとして、ls というコマンドがあります。このコマンドは今自分が開いているディレクトリ、まあ、要はフォルダのことなんですけど、その中身を表示するコマンドです。あと、よく使うコマンドとして、explorer というコマンドがあります。まあ、これはコマンドというよりは、Windows のアプリを起動しているような感じなんですけど、まあ、よく使うので覚えておきましょう。エクスプローラーのコマンドを実行すると、まあ、このおなじみのウィンドウが開きます。エクスプローラーのコマンドでは、Ubuntu で見ているディレクトリと同じディレクトリを開くので、Ubuntu ではちょっとやりづらいなっていう作業を Windows 側でやることができます。で、もちろん逆もできます。こうやってエクスプローラーでどっかのディレクトリを見てるときに、右クリックをして、Windows ターミナルで開くを押すと、これと同じディレクトリを Ubuntu で開くことができます。試しに ls コマンドを打ってみると、同じファイルとディレクトリが表示されてますね。次に vs コードをインストールしましょう。動画説明欄のリンクを開いてもらって、で、あとは動画の通りにポンポンとクリックしてもらえれば大丈夫です。で、インストールが終わると、VS コードが自動で起動して、で、まず日本語化するかどうか聞かれるんですけど、まあこれは日本語にしても英語のまま使ってもどちらでも構いません。ただ、英語のままにしておいた方が、なんかトラブルがあった時、ググりやすいです。で、これで VS コード本体のインストールが終わったので、次に拡張機能をインストールします。これがないと WSL2 と VS コードが、まあ連携できないんですね。このような表示になったらインストール完了です。さて、今さっき拡張機能をインストールしたと思うんですけど、Ubuntu を最新の状態にしておかないとうまく動かないことがあります。まあ、Windows アップデートと同じように Ubuntu にもアップデートがあって、そのアップデートはまあ、幸か不幸か自動ではやってくれないので、自分でコマンドを打ってやらないといけません。まず最初に sudo apt update というコマンドを打ってエンターキーを押してください。するとパスワードを求められるので、Ubuntu をインストールした時に設定したパスワードを入力してください。
ちなみに sudo というのはコマンドを管理者権限で実行するコマンド。まあちょっとややこしいんですけど、そういうコマンドです。まあシステム全体に影響を与えるようなコマンドは、その管理者権限じゃないと実行できないので、まあそういう時に sudo を使います。さてこれでコマンドの実行が終わりました。ただ実はこの時点ではアップデートが終わってません。ちょっとややこしいんですけど、apt update というコマンドでは、その更新があるかどうかを調べるだけなんですね。だから実際に更新をかけるにはもう一個コマンドを打たないといけません。その実際に更新をかけるコマンドが sudo apt upgrade です。そうすると、200MB ぐらいダウンロードするけど大丈夫?みたいなことを聞かれるので、大丈夫なら大文字の Y を入力してエンターキーを押してください。そんでしばらく待ってこのプロンプトが表示されたら Ubuntu の更新完了です。さてまだまだインストールしないといけないものはたくさんあるんですけど、この時点でもうプログラムを書き始めることができます。もしくはこの Web エディターで管理しているプログラムをダウンロードしてそれを開くこともできます。実際どうやるのかというと、動画説明欄から Web エディターを開いてもらって、で左上のファイルからダウンロードを押します。そしたらこの ZIP ファイルを解凍して、そんで、ちょっとこのディレクトリの名前が長ったらしいので、わかりやすい名前に書いてあげましょう。そしたらディレクトリを開いて、で、右クリックして Windows ターミナルを開きましょう。そしたら、code 半角スペースドットというコマンドを入力してエンターキーを押してください。すると VS コードが起動して、さっきのディレクトリもしくはフォルダを開いてくれます。そんで初めて開くフォルダに関しては、そのフォルダを信頼するかどうか聞かれます。これ基本的には Yes を押してください。ただし出所のよくわかんないプログラムが入ってるフォルダ、そういうフォルダを開くときは No を押してください。まあそういう怪しいプログラムはそもそも開かないに越したことはありません。ウェブエディターからダウンロードしたフォルダにはファイルが5個入ってます。このうちプログラムの本体は、sketch.js。他の4つは、まあ、初心者のうちは触る機会はまずないと思います。ただプログラムの実行には必要なので、消さないようにしてください。そんで sketch.js をクリックすればもうプログラムを編集することもできるんですけど、実はこの時点では編集しかできません。プログラムを実行するにはもうちょっと開発環境を整えないといけません。さて、その開発環境の肝となる Node と NPM という2つのアプリをインストールしましょう。なんでこの2つが必要なのかというと、JavaScript での開発を手助けするアプリというのは、同じく JavaScript で書かれていることが多いからです。まあそのお助けアプリの開発者の気持ちになってみれば当然ですよね。別のプログラミング言語じゃなくて、まあ使い慣れた言語で書きたいわけです。ただ、一昔前は JavaScript でお助けアプリを作ることはできませんでした。なんでかというと、JavaScript って元々はウェブブラウザー上で動かすために作られた言語だから、まあそのセキュリティの観点から機能がめちゃくそ制限されてます。例えばパソコン上にあるファイルにはアクセスできないし、あとパソコンに繋いでる USB デバイスなんかも、まあ一部の例外を除くとアクセスできません。まあもしそういったことができちゃったら、例えば怪しいサイトを開いた瞬間、パソコンの中のファイルが全部暗号化されて、でなんか身の代金要求されるみたいな。まあそういったことが簡単にできちゃうからですね。ただ同時にこの制限があるせいでお助けアプリを作るのはすごい難しかったわけです。そこで2009年に Node というアプリ、まあランタイムといった方が正確なんですけど、まあ Node が生まれました。Node を使うと JavaScript を Web ブラウザなしで動かすことができます。となればもう Web ブラウザの制限は関係ないので、晴れてお助けアプリを JavaScript で作れるようになりました。これらのお助けアプリは NPM というアプリを使うと簡単にインストールしたり、もしくは削除したり、アップグレードしたりすることができます。さて、Node と NPM の重要性が分かったところで早速インストールしていきましょう。このコマンドでは apt を使って一旦 NPM をインストールします。すると多分 100MB ぐらいダウンロードしても大丈夫?みたいなことを聞かれるので、大文字の Y を入力してエンターキーを押してください。ただ apt で手に入る npm と node はすんごいバージョンが古いので、それをそのまま使うわけにはいきません。ただ古くてもいいから一旦 npm をインストールしちゃえば、その古い npm を使って新しい好きなバージョンの npm と node をインストールできるので、まあ心配しなくても大丈夫です。そしたら次にこのコマンドを入力してください。
このコマンドを打つと、まあ、さっき言った通り好きなバージョンのノードと NPM をインストールできます。で、そしたらまた動画と同じようにコマンドを打ってください。そしたら Windows ターミナルのプラスボタンを押して新しいタブを開いてください。古いタブは閉じちゃって構いません。最後にちゃんとインストールできているか確認するためにこのコマンドを打ってください。これはまあそれぞれのバージョンを確認するコマンドなんですけど、このバージョンが動画の通り、もしくはもっと新しいバージョンになっていれば成功です。さっき説明した通り NPM を使うと簡単にお助けアプリ、まあ、開発用アプリをインストールできます。というわけで早速1個インストールしてみましょう。このコマンドを打ってください。すると HTTP サーバーというアプリがインストールされます。これを使うとウェブエディターからダウンロードした JavaScript の動作確認ができます。なんでこれがいるのかについて話すとちょっと長くなってしまうので、また別の動画で話します。 HTTP サーバーを起動するにはまずプログラムがあるフォルダを開いて、そこでターミナルを開いてコマンドを打ってください。で、コントロールキーを押しながらこの URL をクリックすると、ウェブエディターと同じようにプログラムが動きます。もちろんデバッグツールを使うこともできます。まあブラウザにもよるんですけど、多分 F12 キーを押せば出てきます。これで最低限の開発環境のインストールが終わりました。というわけで試しにプログラムを編集してみましょう。 VS コードで sketch.js を開いて、下の方にバックグラウンド(220)という行があるので、目視で探すか、もしくはコントロールキーと F キー同時押しで、検索してください。そしたらこの220を110に書き換えて、コントロールキーと S キーを同時に押して保存してください。ちゃんと保存できたかどうかはこのタブを見ればわかります。保存できていない時は丸がつきます。そしたらブラウザを開いて、で F5 キーを押して更新すれば、プログラムの変更が反映されて、で最初からまた実行されます。今回はバックグラウンド関数の引数をいじったので背景色が変わってますね。最後に開発環境を起動するまでのやり方をおさらいしておきましょう。まずプログラムの入ったフォルダを開いてください。で、右クリックして Windows ターミナルを開いてください。そしたら code 半角スペースドットというコマンドを打つと VS コードを起動できます。何か更新があるときは自動的にインストールされます。そんで次に HTTP サーバー半角スペース -c-1、これで HTTP サーバーを起動できるので、コントロールキーを押しながら URL をクリックしてください。ちなみに -c-1 というのは、まあ、これはざっくり言えばキャッシュを無効化するという意味です。この -c-1 がないと、プログラムを更新した後 F5 キーを押してもそのプログラムの変更が反映されなかったりするので気をつけてください。この HTTP サーバーに限らず、Linux とか Unix では -a とか -b とかをつけると、そのコマンド、そのアプリの動作をちょっとカスタマイズすることができます。これをオプションと言います。なので、ハイフンのついたコマンドを見かけたら、ああこれはオプションなんだなぁと納得してもらえれば、ちょっと理解が深まると思います。というわけで今回の動画は以上です。いや、長時間お疲れ様でした。これからいろんなお助けアプリをインストールしていくと、どんどん開発プログラミングが楽に楽しくなっていきます。そういった動画を、まあ不定期ではあるんですけど出していくので、ご期待ください。なんかわかんないとこがあったらコメント欄に書いてください。ただ最近 YouTube のコメント欄がバグってるようで、勝手にコメントが消えたり消えなかったりするっていう、なんか最悪のバグが起きてます。なので、もしその神隠しにあってしまった人は Twitter のリプライとかで聞いてください。ではご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。では。